はい、皆さんこんにちは。今年はチベットの正月ですけれども、2月23日頃に始まりましたんですが、実際はそのチベット全土において、抗議、昇進行為があったために、大きくはお祝い事しないということになりました。しかし同時に、お正月ということに関しての、簡単な宗教儀式等はいろんな各家庭で、密かに、やったようであります。私は40年ぶり、もっとですね、46年ぶりに お母さんたちにお正月のご挨拶ができました。ちょうど日本のインド訪問使節団を同行していきまして、ニューデリーにおりましたので、30分ほどお母さんたちに挨拶する機会がありました。お母さんたちは現在84歳と79歳ですけれども、もちろん1959年インドに亡命してきた時はまだ30代と20代だったと思います。お父さんは他界しましたけれども、お母さんたちは今でも祖国で、お正月を過ごす日を諦めてないと希望を持っております。しかし現実的には、このチベット問題はますます厳しい状況にもあるように思います。国内においては中国の悪政に対して抑圧に対して耐えきれない人たちが自らの命を犠牲にして抗議するという行為が今でも続いております。4月4日現在で約34名が昇進行為を行っております。この状況についてもちろん、ダラヤマ法王をはじめチベット国民は非常に悲しんでおりますけれども、しかしこれを止めるための何らかの方法というものは今見つからずにおります。というのも中国政府の方はこの人たちの抗議そのものを無視し続け、そしてその国内には あの方々が頭がおかしいとか、極めて、理屈に合わない口実を言って、宣伝をしております。また、この国内の人たちの行為によって、インドでもですね、3月に、一人の方がちょうどそのBRICSの会議に、中国の胡錦涛が来ておりましたので、この機会に、抗議をし、また自ら命を絶ちました。で、彼は遺言書のようなものを残しておりまして、チベットの自由と誰も法王が一日も早く帰国できますようにということと、そしてその仲間たち、チベットの人たちに対して、独立のために戦い続けるようにというような
趣旨の言葉を残しております。ですので、まあ私たちそれぞれが自分のできる立場で、何かやらなければならないということであります。私もこのような形で皆さんに今後も報告し、また訴えていきたいと思っております。今日は以上です。ありがとうございました。はい、Yeah.